北九州市のご当地アイドルグループアイテムを届けます。アイドリームです。よろしくお願いします。はい、ではまず初めに自己紹介からさせてください。はい、水色担当真由子と遠原真由です。よろしくお願いします。イエーイ。ツアーゆこ。はい、18歳ピンクの担当相田ゆこです。よろしくお願いします。イエーイ。ゆうこやなくっちゃダメなんだ。俺のゆうこ。ありがとう。次はひより。はい、高校3年生18歳黄色担当の藤崎ひよりです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとう。次はえみ。はい、高校3年生18歳ラベンダー色担当の朝倉えみです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとう。次はマリン。はい、19歳シロル担当の山中マリンです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、次はハナ。はい、高校1年生16歳ミントが食べられないミントグリーンの担当の大西アノンです。よろしくお願いします。イエーイ。ハナが一番かわいい。俺がハナが一番かわいい。かわいい。ハナ愛してる。ありがとうございます。はい、本日はハノンの生誕祭にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。今からユニットに行きたいんですけど、皆さん予習はしましたか？あ、してないね、みんな。せっかくハノン、あれ、あの人生の時間かけて頑張ったの。絶対多分してきてくれてる。大丈夫大丈夫。でもね、ちょっとあのお水が飲みたいので、お水飲んできます。はい、すいません、MC お願いします。はい、ということでね、はい、今日さ、あの多分みんな、それぞれ髪の毛してると思うんだけど、これは、ハノンから、あの、あなたはこれしてくださいって言われて、まえちゃんはハーフツインで、ゆうこは、片方だけ、リンゴヘア、リンゴヘア、で、私がツインテールで、エイミがサイドポニー、はい、で、マリンがハーフアップで、かわいいねんだけど、そう、ありがとう、かわいいね、みんなかわいいけど、ハノンの髪の毛めっちゃかわいくない？かわいい、あれ、まえちゃんがしてるんだよ。まえちゃんがね、朝から髪の毛してて、私が来た時にはもう髪の毛全部終わってて、ハノンちゃん。そうなんや、ね、見せて、みんなに、ほら、めっちゃ可愛くない？ここにハートがあるんだよ、ハノンの。ほら、見せてもらってる。ねえ、可愛いね。可愛いだね。ずっとしろ。あとね、しろって言われた。ずっとしろって。ああ、いい。はい、じゃあ次は、あ、言い方きついね。きついね。そう、あの髪型は、あのハノンが決めたですよね。うんうん、言えたね。そう、これお願いしちゃったよね、昨日。そう、まえちゃんごめんなさい、明日早く聞いてください。めんべいをプレゼントしました。そう、めんべいあげるから早く来てください。そういうこと、来てくれてたんだ。はい、じゃあ早速ユニットに移りますか。はい、はい、あおらなくていい。皆さん、ユニットは予習してきましたよね。はい。あれ、予習してきましたよね。はい。それでは皆さん盛り上がっていきますか。はい。早速いくぞ。おI'm gonna go to the hospital.
祭ということですね。ハノンちゃんの生誕祭といえばギターの弾き語り、弾き語りというかギターをハノンちゃんが弾いて日和が歌う。あ、これ去年もしましたよね。うん、去年何歌ったっけ。去年は、うん、マリーゴールドか。あ、え、ドライフラワー歌ったのいつ。結構ね、ハノンはあのウクレレ弾いたりとかギター弾いたりとかすることが多くて、今回はねこの同期コンビで歌うという、うん、ドンキーコングとか言う。同期コンビ。ドンキーコングって。今日ね、雨の中本当たくさん集まっていただいて本当、うん、ありがとうございます。嬉しいね。iPad 見ながら弾くのね。そうそう、あのコードをあれ、うん、iPad で見ながらするので。なるほど。どこ、ここ座って弾く？ここ座って歌う。ちょっと一休憩していい？あ、いいよ。ね、これ今日もね、あいいね、大西家の皆様が、ね、朝からさ、朝からね来て本当にたくさん、ね、サボってたんだよ。言うな言うな。皆さんのね、あの協賛金のおかげで本当ね、ステージとこの生誕 T シャツと後ろのね、フラクサ作ることができました。ありがとうございます。はい、これはあれですか、譜面台持ってきましょうかね。うん、私持ちましょうかね。計画だったね。うん、ハノンはもうギターやってどれぐらいになるの。え、何年とか言わないで。なんで。あの趣味でやってる。ああ、じゃあ趣味でそのギターを下手くそだよ。始めたのはどれぐらいなんですか。うーん、1年は経ってるよね。1年は経ってるね。だってもう2年前の生誕祭からやってたじゃん、ギター弾いてた。カントリーロー、最初ウクレレやったよね。アロハ大西からギターに、デスペラード大西に切り替わって、ね、あ、そこで、はい、あ、ここでするの。はい、そこで、そこでギター弾く。ね、歌下手だけど許して。あ、歌も歌うの。そう、おー、そうなんだ。俺も日和が、ね、こんな後ろの方でやって大丈夫なの。いい、しょうがない。距離を感じるね。日和はだって、日和はボーカルやけさ、うん、日和はこう立ってさ、いけるやん。いける。さっき盛り上がってきたら日和は立ち上がって、うん、大丈夫ね。これハノンの好きな歌よね、めっちゃ。ハノンこれずっとやってますもんね、この曲はね。好きだもんね、これ。ギターで簡単に弾けるやつ。簡単に弾けるやつ。でも、ハノンほんとすごいよね。そのウクレレの時からさ、ほんとに上手やもんね。今日できんもん。いえいえ。僕はこうしたらいいですか、はい、これでいいの。見える？見えるの？これで見えるの？わか、これで見えるの？すごっ、うん、これで見えるんですよ。すごくない。じゃあ何の曲か見えちゃうよ。何の曲か見えちゃうよ。発表しよって。あ、そっかそっか、もう公開してたんだ。はい、大丈夫。ハノンちゃんのマイクはどうしようかね。ハノンのマイク持ってこい。もうね、どうするよ。歌詞間違えそう。これをね、ちょっとちっちゃくしようね。すいません、時間取らせてしまって。しょうがない、しょうがない。そういう時もあるよね。何？いけるかな？あ、なんだこれ。緊張してきたよ。やっぱさ、こう、まあ、普段さ、ね、ギター、あの、歌って踊るというのはハノンは普段やってるじゃないですか、皆さんの前で。そうだね、なかなかこうギターを弾いて歌うということがないですもんね。うん、はい、うん。だからちょっと緊張、ね、いつもと違うことをして緊張するかもしれませんけど、うん、僕と日和と、そして何よりファンの皆様がついてますので、いけると思いますよ。みんな優しいからね。みんな優しい、本当に優しいのよ。ありがとう。いきますか。
行きましょう。はい。ね、これ音程違ったらどうしよう。ちょっと違ったら言う。違うよっちゅう。大丈夫。言わない。じゃあ言いません。はい。行きましょう。それではめくります。それでは聞いてください。何やったっけ、二人のユニット名みたいな。なんだっけ、なんかあったよね。あったよね。なんかあったくない、二人で。なんか誰か覚えてる人いる？なんかさ、でもあった気がするよね。ゆうこと三人のユーハーヒートリオでしょ。ああ。で、エリマキトカゲはマリンよね。なんか二人なかったっけ、二人の同期コンビのユニット名なかったっけ。なベジタブル。ベジタブル。ベジタブルで。どういうことですか。黄色、野菜、緑も野菜。なるほど。体にいいものばっか。ベジ。それでは聞いてください。はい、ベジタブルの2人によります。高根の花子さん、バックナンバーの曲ですね。はい、お願いします。生まれた星の元が違う。始めてしまった。入りたくて仕方なくなっちゃったもんね。ちょっとやってみたかったのよ。いやでもちょっといい感じになってたよね。結構。本当。ヒカキンかと思った。うん。ああうんとか言ってた。はい、ということでね、ベジタブルによります高根の花子さんね。あのほんといろんなことに挑戦しますから。ねえ。なんてねギター。はい。うん。すごいよね本当に。そんなことやったら調子に乗っちゃう。
るじゃん。いやいや本当に。またでもね、ウクレレ弾き語りライブみたいなのしようや。次の曲の準備してきますね。はい、次の曲がですね、これも言っていいの？言っていいよ。うん、あのおしべとめしべと夜の蝶々っていうね、 AKB48 さんの曲なんですけど、ちょっとね、うん、ちょっとね、あ、いや、あのね、本当にエチエチよ。だって私さっきリハの時見てたけど、もうここの隙間から口開けてボーっと見ちゃうぐらいエチエチだった。エチエチ、アイドルにエチエチはなかった。そう、ないの。ないけどないの。でもハノンはたまに、たまにエチエチな。そう、そうだね、うん、ね、あの水着ツイートでバズったことがある。そうね。でもハノンちゃんあのツイート消したんだって。消したんだって。なんかね、うん、髪の毛ボサボサだから嫌だって言ってたけど、もったいないよね。あれなん2000ぐらい言ったよね。言ってたよね、めっちゃね。2000ぐらい言ってた。いや、そうだけどさ、ないじゃん。水着、したところ出ないよね。ひよりの水着ツイート何いいね。やめて、そういうの。もう帰るよ。やめてよ。もう一回行ってみよう。もう一回。いや、もうだってもう、いやいやいや、やっさ、だって、待って待って、でもさ、全然さ、イエーイじゃない、イエーイじゃない、だってさ、もしよ、したところでさ、ドスレム3とかやったらいいよ。ハノンの時は2000とか言ってたのにさ、あ、やっぱない、ないもんはないけど、しょうがないな、みたいな。そんなことない。みんなが拡散してくれる。8億ぐらいつく。いいね、8億いく。みんなにアカウントいっぱい作ってもらって、してもらおうかな。大拡散してもらおう。いや、でも今回の、うん、あ、そう、ハノンって言ったけど。おしべとめしべとるの情緒は、アイドル史上一番エッチかもしれない。そう、本当にね、うんうん、びっくりした。ね。うん、日和もね、演出を、あ、そうだ、演出かした演出、日和なんですよ。ちょっとね、よりどうやったらこう、いやらしく見えるかを日和がこう、なんか壊した方がいいよって我慢できるならステージ上がってくるよ。そう、私がするねって動きでね、示してくれましたけど、もう大丈夫なのかな、いけるかな。いや、でも本当にね、ハモンってなんかさ、最近色気あるよね、めっちゃ色気悪くない ね、 ね、いや、そう思うんやけどさ、小6でさ、幼い頃から入って本当にね、もう16歳ですよ、うん、何年 ?4 年でね、一番そのなんか、うん、あのね、大人になってるなという、うん、OK ですか、ね、ネイルチップをピッパリしちゃった。あ、ちょっとこれや、なんかさ、本当にね、有効詞と反応詞はもうたまらんと思うよ、本当。いや、みんなほんとね、用意してた方がいいよ、カメラ。じゃあ、どうぞ、ちょっとエチエチ。I'm not the one who's running out of time.
さん16歳おめでとう。誰かに見られたらどうする？見せてあげましょう。ニューノーマルラブじゃなくなったね。新しいニューノーマルラブを見せてあげよう。あえてね、やったというこの大人の曲を。そう。最初演出したハノンはなんか、うん、ニューノーマルラブをワンコーラスやってから急に変わったら面白いねみたいな話をしてたんですけど。全然違いますもんね。そうそうそう。確かに。そうなったらステージ上でこう脱がないけんって、ちょっとそれがなんかねみたいな話になって、ね、やったんですけども、そう。でもさ、もう優子と優子も。うん、再来週ここで卒業。いや絶対嘘。ライブなんで、この6人でやるのは、はい、宇宙人みたいなことね、これね。6人でやるのはもう京都。京都のそのライブが最後なんですよ。だからもうあと2回ですよ。私若すぎてみんなの顔見えない。ね。早いですね。早いですね。ゆうことあとライブ5回ぐらいできるんじゃないと思ってた。そう。実は今日入れたあと2回。そうだよ。だからもう、うん、あと本当にちょっと、ね、そう。だからもうさ、もうやらない曲もあるよね。多分もうないと。あるよね。だからそう、卒業ライブで、まあ、やる曲ももちろんセットリストに組まれてますけど、組まれてない曲もあってあるから。そうだ。ね、もう6人のでは見れない曲もあるのかなと。そうね。まあ曲がある。まあね、残り少ないですけども、はい、楽しんでいきながらね。でもあれですよ、20日の日、今度の、水曜日か、うん、水曜日、はい、撮影会がお昼あって、ね、夜からはアイドル情報局拡大版ラジオがあるんですけども、それはね、有効が最後ということで、チームラブ6人で、ね、出ますんで、よかったら、はいはい、観覧もできますので。うん、いただければと思います。はい、2人は何なんか2人はお着替えしてるのかな。お着替えでも T シャツ着るの。来た。なんか持ってる。よく寝た。よく寝たの。寝た。どうでした。何がですか。ファンタジーお眠りしてたからよくわかんない。お眠りしてたのね。今、一緒に夢の中であった出来事っぽいね。いいね。ねえ、ゆこ。ね。いや、でもさ、最後ここに座って。どんなんしよった。最後ここ座ってチューするみたいな。あ、そうなの。したやったしたの。したんだ。したの。本当にくっつけたの。あたちょっと待って、マリーが遊びるって、後ろで。一個だけ出していい。一個だけ、うん、いや、いいよ。あ、1個じゃない。怒られます、シャボン玉ね。あ、これ可
わいい ねゆうこももうあと2回ですよ。マジでやばい、楽しい、寂しい、ね、楽しんで噛み締めよ、噛み締めながら、ね、やろうだよ、ね、やっていただければと思いますけども OK かな、音響さんもいらっしゃる OK ですか、よし、はい、よし、じゃあもうクライマックスですね、あの生誕祭も、そうだね、あと2曲じゃん、はい、もう2曲しかない、そうだよ、うん、今来たばっかり、今来たばっかりだね、ねえみんな早いね、じゃあもう一回煽るね、うん、うん、なんだっけ、あ、まだまだ盛り上がっていけますか、まだ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 盛り上がっていけますか、それでは残り2曲聴いてください、
番好きなやつだよ。ちょっと一番好きなやつ。ついてるよ。
はい、ということで、はい、じゃあ締めたいと思います。はい、いきますよ。はい今日も皆さんに愛と夢を届けられましたか。ありがとうございます。これからも皆さんに愛と夢を届けられるように頑張ります。以上、アイドリームでした。ありがとうございました。